牧場に迷い込んだ子猫の兄弟がいました。無事に保護されたものの、あることに気がつきます。それは、小さな子猫たちはある病を抱えていたのです。一緒に頑張ろうね。前向きに頑張る子猫たち。子猫たちが抱えている病とは一体何なのでしょうか。今年の2月、アメリカ・ミシガン州のとある牧場で2匹の子猫が見つかりました。子猫たちは生まれて1ヶ月も経っておらず、何らかのアクシデントで母猫とはぐれてしまったのでしょう。牧場主はすぐに地元の動物レスキューに連絡をして、駆けつけてくれたのがスタッフのアンナさんでした。アンナさんは子猫たちを保護施設へ連れて行く途中で、ふとあることに気づいたのです。あれ、この子たち。2匹の子猫には尻尾がなく、前足も変形していました。そのためすぐに検査をしてみると、マンクス症候群という遺伝性疾患であることが判明。この病気は背骨や脊髄の異常によって足が変形して生まれ、うまく歩けないことや、もともと尻尾がないことが特徴です。しかしそれでも2匹たちは保護されて一休みすると元気いっぱいに動き回っていました。2匹は上手に歩けないのでよく転んでいますが、そんなことは気にならない様子ですよ。検査や処置を終えた子猫たちはその後、アンナさんの自宅で過ごすことになり、そこでさらに個性を伸ばしていきます。お兄さんである黒い子猫にはバート、虎柄の妹にはリサと名付けられ、アンナさんの家へやってきました。静かで暖かな部屋に安心した2匹はすぐに慣れて、いつも楽しそうにしているのだとか。また外の景色が気になるのか、兄弟並んで窓辺にいることが多いのだそうです。一見すると何も問題ないように思いますが、2匹はこれから一生にわたって病と付き合っていかなければいけません。それによって大人になっても元気で暮らせるように、前足の治療も始まったリサ。少しの辛抱だからね。左足の前足にサポーターのようなものを巻かれてしまいましたが、リサは頑張って治療を受けているそうです。バートの足もこれから先のことを考えて治療していくことでしょう。サポートが必要なこともありますが、ほとんど自力で頑張っていますよ。これからの2匹はしばらくアンナさんと暮らし、もう少し大きくなったら新しい家族を募集する予定です。ハンディキャップがあっても前向きに生きる2匹なので、きっと素敵な家族と出会えることでしょう。一日でも早く家族が決まって安心した暮らしができるといいですね。マート、リサ、ハンディキャップを抱えているとは思えない可愛さだよ。小さいのに頑張ってるね。きっと兄弟一緒だったことも良かったんだろうね。早く家族が見つかって安心させてあげたいね。ご視聴いただきありがとうございました。